久しぶりやな。何年経った？3年ぶりか。どうも、お久しぶりです。はい、お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。どうも、じゃあ。おはようございます。お久しぶりです。お久しぶりです。明けまして、おめでとうございます。初めてまして。初めまして、ちゃん。2回目や。じゃあ、どうしますか？飯。飯行こうか。飯。この辺って、何やって。海鮮とか美味しいんやっけ？海鮮。漁港近いよな。銚子かな。飯岡漁港があんねやろ。飯岡もあんね。ホルモン。そうです。もつ。そうです。そうですよ。噂のここです。あ、なるい。あれあれ、シャッターが見てください。これシャッター閉まってますよ。ちょっと前回来れなかった成井さんに来たんですけど、前も来たのに。やってまいりました。ここがもつが食べれるところね。見てください。準備中です。お知らせ。厨房内灼熱地獄のため夜の部18時から。灼熱地獄どころじゃねえよ。灼熱地獄灼熱地獄じゃねえ。灼熱地獄は白ここに多分出てると思う。白なんとかシャッター閉まっとったわ。シャッター閉まってたな。参ったね。どうしますか。また食われへんのか。また食われへんのか。ちょっとじゃあ明日か夜、もしかしてもう年末で仕事納めで、っていうパターンもあるよ。マジか。でも張り紙はしてなかったから分かんねえけど、どうするか。え、何？じゃあまさかまた松屋でキムチキムチ豚丼焼き。あれ豚キムチ定食。ねえよさん、待てよ。生卵って中にこんなに辛い。はい、すいません、卵になります。めちゃくちゃ辛いんだな、本当に。高カロリー。まろやか。まろやかやけど、お腹がいっぱい。あれ食うの？いや、もうでも大丈夫やで、あれ。どうする？ご飯。何食べる？ダイハツ？ダイハツ関係ない。ダイハツで働いてるとか言うとあかんなんとかで。ダイハツで食べる？ダイハツで食べるっていうの。ガッチャンか。ガッチャン。天ぷら。天ぷら？天ぷらないか。天ぷら。昨日のりくんが横で天ぷら食ってて、うわ、うまそう。どうする？あ、じゃあ。天ぷら海鮮丼。やってることも分かんないけど、おすすめのお店は。あ、マジで。飯岡にあるんですけど、どうですかね。行ってみよう。行きますか。行きましょう。こっちの海鮮丼も美味しいかもしれない。見てください。ここ天ざく天ぷら屋です。念願の天ぷらを今から食べに行きましょう。どうしようかな。天ぷら盛り合わせと海鮮丼にしようか。天ぷら盛り合わせと海鮮丼ってさ、そんな食い方するんだったら俺絶対検索の前に食った方がいいと思うんだよ。ああ。写真見せるか、どんなのがってことか。海鮮丼食いたいな。昨日食ってんけどな。検索後にはこんなやつ。うまそう。どうしますか。漏れなくついてきます。ダメ。どうしようかな。どうしますか。ちょっと見づらいんだったら拡大して。どうですか。こちら1300円。海鮮丼。海鮮丼かな。海鮮丼にしたいんだったらご飯の上に乗せて食べたらいいんじゃん。ダメなの。いや違うやん。違うやろ。海鮮丼と。海鮮丼と違う。刺身の量的なあれもあるし。じゃあ海鮮丼と種類天ぷらの盛り合わせで食べたらいいんじゃないか。もうめんどくさいからこのメニューそのまま渡して全部持ってこいって。いやいやいや、どんだけかかんねん。帰り帰られへん。
海鮮丼と天ぷらの盛り合わせ本当に。いや、いけると思う。ウロン茶ピッチャー。いやね。ガンガン。どれぐらいの大きさなんかなってなんか気になる。シャツってこんぐらいあんの。そう。え、でも倍の値段。動画的には面白い。動画的には面白い。もちろん面白い。面白かった。ウロン茶ピッチャーってめっちゃ気になるねんな。ウロン茶のピッチャーそんなに気になる。こんなことにこんなお金使っていいんかとか思いつつちょっと好奇心が。俺はこんなにいっぱい来ても知らんの。そんな来ないやろ。ピッチャーってそうでしょ。これぐらい来るでしょ。でも倍の値段でそんなでかいの来る？来るかな。でもなんか壊しそうな気がするな。ピッチャー。お腹壊しそう。じゃない。だって海鮮丼食べて盛り合わせ食べて。だからその段階で絶対お腹いっぱいだと思う。やろ。でピッチャーやろ。ウロンちゃんにしとくか。結局気になるけど。動画的には面白くなくなるけど。天ぷら盛り合わせ、はい、海鮮丼、はい、とウーロン茶、はい、検索御膳、はい、どういうからとか、検索御膳は、天ぷらつきますけど、あ、盛り合わせ別で別で作っちゃってよろしいですか。はい、はい、お願いします。俺が食うじゃねえ。ほら一緒に食うと思われてんで。あ、なるほど。ただのウーロン茶やけどな。ただのウーロン茶やけど。俺がついてあげた方がよかった。じゃあ俺が代わりにして。よし、乾杯。乾杯。うまい。感想は？ウーロン茶。ザ・ウーロン茶。ザ・ウーロン茶。いろいろテロップが入るんやろな。まあ前に比べて作りやすくなったからな。プレミアの新しいやつ。プレミア。え、何が変わったの結局。4K 対応とか。そもそも 4K って何みたいな。とりあえず画質がいいってこと。だからフルハイビジョン4つ分あるってこと。とりあえず画質がめっちゃいいってことだよ。言ってしまえば。ネオの夏休みになってるじゃん。ネオのとこ見てて。マジか。おい。3年経ったもんな。3年も経っちゃった。どうしてくれる。お前もっと早く来るつもりやってる。ちょっと時間が経ちすぎた。来ました。あのインサートも撮られてて。でこの写真がこちらです。まあ食べてくださいよ。ていうか、あのネオさん、向きがこれ絶対こっち、この向きで。そう。かな。この向きで撮らなきゃいけないんだよ。ああ、確かに。ネオさん、反対向きから撮ったよ。確かに、そうやな。そんなん考えてなかった。もう上げちゃったし。上げちゃったし。もう上げちゃったし。いや、もう。誰がミジンコや。美味しい。やばい。天つゆてかいけます。誰が海鮮丼頼んでミジンコがうまいって言う。そんなに好きだったらやるよ。ほら、つけも。ちょっと休憩しようか。3年前は休んで、でも俺この日はちょっと親戚の子の面倒見なきゃいけないんでっつって。親戚の子です。